田辺誠一さん、大塚ねねさんご夫婦です。ではどうぞこちらの方までお越しください。ではどうぞ階段からこちらまでお願いいたします。はい、ようこそお越しくださいました。会場内どよめいております。今一度ご紹介いたしましょう。第7回プラチナ夫婦アワード受賞者は田辺誠一さん、大塚ねねさんです。どうぞ今一度大きな拍手お願いいたします。さあ、それでは受賞されました田辺さん、大塚さんご夫婦には、はい、プラチナギルドインターナショナルから認定証とプラチナのリングが贈呈されます。それではまずは認定証の贈呈となります。田辺さん、どうぞ一歩前にお進みください、はい。第7回プラチナ夫婦アワード認定書、田辺誠一殿、大塚ねね殿、お二人が幸せや喜びを共に分かち合い、長きにわたりプラチナのように光り輝く夫婦生活を送られてきたことを称え、ここにプラチナ夫婦として認定いたします。これからもプラチナのように光り輝く二人でありますよう心よりお祈り申し上げます。2015年11月8日プラチナギルドインターナショナル代表取締役社長ハンキンソン久子、おめでとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。では続きまして大塚さんへ盾の贈呈となります。ではどうぞ前の方にお進みください。ありがとうございます。ではどうぞお二人で盾とそして認定証をちょっと皆様にご披露いただきましょう。こちらです。皆さん大きな拍手をお願いいたします。さあ、では続きましてプラチナジュエリーが贈られます。それでは田辺さんへまずはジュエリーをハンキソン社長からお渡しいただきましょう。さあ、ジュエリーボックスをお持ちいただきました。ではお受け取りいただきます。あ、はい。さあ、では田辺さんから奥様に一言メッセージを添えていただいて指輪をお送りください。照れますね、これ。まあ、なんだかこんなに照れてるご夫婦を見るのはなかなかない機会だなと思いますが、いつもありがとうございます。これからもよろしくお願いします。まあ、ではぜひ指に、はい、はめていただきましょうか。はい、わー、素敵。皆さん今一度大きな拍手お願いします。さあ、指輪の披露をしていただきました。いやー、なんだかちょっとこう見ていて体温が何度か私上がってしまいました。なんだかね、あの初々しいこう今もねその雰囲気を残していらっしゃるお二人なんですが、さあここからは少しお話を伺ってまいりますので、ではどうぞ中央の方に皆さんお進みいただきましょうか。ではお隣までお進みください。さあ、ということで、ではまずは受賞の感想ということで、プラチナ夫婦アワード受賞となりました。そのこう一報をお聞きになった時のお気持ち、まずは田辺さんからお聞かせください。はい、もう本当に、まあ、ちょっとびっくりしました。あの、嬉しかったです。あの、毎年こういう賞をやってるのはあのテレビとかメディアでも見てたので、自分たちがいただけるとは思ってもいなかったので、あのすごく嬉しかったです。はい。あの、ご夫婦でこの受賞についてお話をしたりとかっていうのはあったんですか、やっぱり。夫婦ですか、ええ、なんか、まあ、あ、なんかね、選んでいただいたみたいだよみたいな、なんかすごいね、ええ、みたいな、はい、そうなんですね、はい。あの、ねねさんはいかがでした、その一報を聞かれた時。あ、なんかすごい賞をいただけて本当に嬉しいなと思いました。あと、もっとちょっとびっくりしました。